はい、それでは諸君こんばんは。中学2年生のですね、塾長英語、今日のタイトルは英文の書き方。さあ、英語ってどうやって書いたらいいのかなっていう結構初歩的なことを確認をしてみたいと思っております。文章はですね、過去形、それから未来を予定が分かっている be going っていうのを予定しているっていう文章、それから過去進行形、まあそれにちょっとねスポットを当てて確認をしてみたいなと思っています。まず1番です。現在形なのか過去形なのか、それとっても大事な話なのでそこを確認しますね。現在なのか、それから過去なのか、まあはたまた過去進行形も今回出てますので過去進行形なのか、あるいは予定が入った未来なのか、まずここを確認しながら文章を作っていくっていうのはいいことですよね。そしてまたさらにそれは肯定文なのか疑問文なのか、これもとっても大事ですよね。疑問なのかどうか、なぜかっていうと日本語はかなりクエスチョンマークがついて書かないよね。丸で終わってるから本当に最後の最後しっかり読まないと疑問のクエスチョンマークの文章なのかどうかがわからないだよね。なのでこのクエスチョンマーク、疑問の文章なのかどうか、これもはっきり確認をしていく。そして今日のタイトルですと現在なのか、それから過去なのか、そしてさらには、その未来形の予定を表している be going to なのかどうか、これをちょっと確認しながら見ていきたいと思っています。まず1番どうでしょう。私は私の叔父を訪ねた。訪ねた、うん、ただの過去でいいよね。そうするとこれはただの過去、過去形を使います。訪ねるは visit っていう単語が分かるといいですね。 visit という単語が分かるといいですね。で、誰が主語かっていう、私が主語だから I が主語で、その後の動詞 visit が来れば、これが過去形になればいいので、これは規則変化だから visited になればいいね。 I visited 誰ですか、これはそのまま目的語は来ればいい動詞です。目的語を持つ動詞ね。おじさんが来ればいいので、まあ、私のおじさんがここに来ればいい。 My uncle、 アンクルが書けない人がいるわけよね。うんくれうんくれって書くような感じで、うんくれアンコね。I visited my uncle, visited my uncle というので OK! どうでしょうか。次行ってみましょう。出ました。私はその学校へ行く、はい、来ましたね。予定です。はい、疑問文ではありません。そして予定が出ました。未来形 be going to です。ここ be going to の be というのは主語に合わせて、それから時制に合わせて変えていくのね。だから私はが主語だから、で予定です、現在形なので、まあ過去ではなかったということだね。まあでも、流れは未来なのよ。 I am going to、 going to、 はい、持ってきた。そして普通の学校じゃなくて私は学校に行くだったら I am going to go 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 to school、このままスクールで学校に行くなんだけど、そのというのがここに入ってるのよ。ある決まった、まあどういう学校か決まってるんだけど、その学校に行くのよ。ね。だから、決まっているザというザをつけてやってくれ。I am going to go to the school. スクールもね、間違いやすい方がいらっしゃる。H が3個目、SCH ね。OOL。ここの OL は知ってるんだけど、ここの順番が逆になっちゃったりするかもしれないよね。そこをしっかり SCH ね、覚えておいてね。 I'm going to go to ね、 go to the school、I am going to、予定なんだよ、行く予定なんだよ、その学校へ行く予定なんだよ。こんな状況、次行きましょう。あなたは
先週の日曜日に何をしましたか。はい、疑問文です。疑問文確認してね。そしてしたかって言ってるから過去形、過去の疑問文だよ。過去の疑問文になってるよ。で、あなただから Do you じゃなくて過去だから Did you? Did you? そして何をしたかっていう疑問詞が入ってる文章ね。 What が入ってる文章なので、 What は先頭に来る、必ず一番前に来る。で、 What did you で過去形、 What did you do? What did? What did you? 何をしたかなんで Do、 これで過去形持ってきた疑問文、 What did you do? になるんだよね。で、最後に先週の日曜日っていう、時を持ってくればいいね。あなたは先週の日曜日何をしました？ What did you do? Last Sunday、先週の日曜日に何をしましたか？文章マークの文章だった。 What did you do last Sunday? テレビ見たんです。これもただの過去、見たよ。 Watch TV、 Watch TV、 テレビを見る。 Watch TV ね、 Watch、 Watch する、しっかり見ることを Watch だね。 Watch TV、しっかり見ることね。そしてある一定の目的のもの、目的物を見るね。 Look at, look at、 ある目的物を、それを見た、それを見るね。そして目に入ってくるものを見ちゃったね。 See, see, see、 見ちゃった。まあいろいろあるんだけれど、 TV の場合は Watch を使う、凝視する、しっかり見るっていうね、ものを使います。なので Watch、 なので私はテレビを見ました。 I watched、 I watched、 規則変化でしたね。 TV、 これでおしまい。これは I watched TV ね。疑問文ではないよ、肯定文だね。そして過去形ですよ。そして watch を使いますよ。 TV はこれ覚えてね。はい、次です。あなたは何をしていましたか。進行形ね。そして何、 what の文章、これと同じような文章ね。そしてしていましたか、過去進行形だわ。だから What から始まって過去の進行形使えないから、 Are you じゃなくて Were you、 What were you、 Were 過去形にしました。 You、 そして Do do do、 するする、 Doing doing、 現在分詞で Question、 What were you doing、 あなた何していましたか、何していましたか。じゃあ何したか。私は一生懸命、一生懸命に、これはハードでね、ハード、ハード。英語を勉強してた、スタディイングリッシュしたんだよ。スタディイングリッシュハードなんだよ。ハードに、イングリッシュを勉強してたんだよね。で、していました。だから、これ過去進行形で書くから、I、過去、was、勉強してた、studying、studying、そして何、イングリモングリ。ね、イングリッシュを、English、English、そして一生懸命、最後に持ってくる hard。I was studying English hard。どう？どう？ OK？ じゃあ最後言います。私は1996年に群馬に生まれました。ショックのは2000何年だよね。誰なんだろうね。1996年に群馬に生まれた。さあ、ここでね、生まれるという、単語が、連語がありまして、be born、 be born ね、生まれたっていう表現がこの be born で、 be は be 動詞、やはり変化させてくださいね。私はだから I なんです。で、 be が来るから I で、生まれたっていう過去なんで was が来るんですね。 I was born って書くと、私生まれましたよっていう、こういう表現になります。そしていつどこでっていうのが来てるよね。で、英語の順番は、場所が来て、いつが来て、じゃなくて、どこでが来て、いつなの。で、場所が来て、時が来るので、場所が時の前にやってくるの。場所プラス時っていう順番になることになってんだ。だから、時が一番最後。場所が前。例えば、公園で、昨日、in the park, yesterday、in the park, yesterday。これは、群馬に、in 群馬、いつ ?in 1996。これでいいの。最初が場所で、その後が時。まあ、最初、その前に何かつく、あの、形容詞があったら、いや、就職があったらその前につくんだけど、で、最後の、一番最後は時で、その手前が場所。こういうの。
なので、I was born in 群馬。群馬 in 1996。こういう、ですね、状況になるよ。これちょっと覚えてよ。これね、英作文するときに、結構これから役に立つので、場所プラス時。場所プラス時。これね、覚えてください。では、ちょっとポイントをちょっと整理しておきたいと思いますが、まずはですね、過去なのか、現在なのか、まあ、出てきましたから、予定となっている未来形なのか、be going to なのか、これの、違いをしっかり確認をすること。それからもう一つは、疑問文なのか、平常文なのか、肯定文で普通の文章なのか、疑問文なのか、これもはっきりしていく。そして、what?、疑問詞がついている文章なのかどうか、これも確認していくと、何か少しヒントが出てくると思います。じゃあ、頑張ってね。では。